お願いいたします。今日は論語について、考えてみたいと思います。なぜ今論語かと、古いんじゃないかと言われそうでございますが、孔子は戦乱の世を生きました。もう戦争に次ぐ戦争、まあ、そういう時代に、特殊政治が大事だと、人は徳によって救われるんだということを説いたわけですね。ブッダも、敵文化の繁栄で、戦争が拡大して、悲惨な国の状態であったところに、出家して、そして教えを説いたということ、共通するところですね。で、今日ではウクライナで戦争が起きて、今日でちょうど半年になるわけです。多くの人が犠牲になっておられるわけですね。ここで、その戦乱の世に生きた人類の教師たち、その悩める人たちにどのように教えを説いたかは、ここを学ぶことは大事だとこう思われます。孔子は仁を説きました。仁は、これですね。孔子は仁を説きました。人弁に義と書きますので、人間関係だという解説者もあります。樊迟という弟子に仁を尋ねられて、孔子は人を愛すと言いましたですね。仁はですね、その範疇意味はたくさんあるわけですけれども、主に忠誠、愛情のことですね、思いやりのことですね。でこれは共通する内容です。天命、これは仏教にはございません。修古知人、修古は己を治めるということですから、これは禅に通じます、仏教に通じます。知人はこれ政治ですから、政治の世界ですから、これは仏教にはございません、禅にもございません。したがってですね、同じところと違うところとあるということが言えます。儒教と仏教は、正直、大陸においてですね、昔ですね、仲の悪かった時代もあるんですね。でそもそもが別物だ。それがですね、日本に入ってきて、日本の文化の中で溶け合って一緒になった。こういう例は珍しいと思います。いや、ないかもしれません。外国ではですね、ちょうど神道と仏教が日本の文化の中で、日本の家庭の中で一緒になっているという、外国人はそれは信じられないとおっしゃる方が多いんですけれども、日本人はですね、宗教をこう別々に考えないという、そういう文化性でありますので、やはりこれは参考になると思うんですね。2つの違った宗教が文化の中で、日本の中で一緒に考えられるようになって、そして学ぶようになって、お互いに影響し合うという、これはいい例だということができます。論語の特徴ですけれども、対話形式で書かれております。さっき言いました、範疇、仁を問う、詩曰く、人を愛すとかですね、そのように対話形式で、書かれております。したがって人の顔が見えるわけです。その弟子の様子が分かるわけですね。シロという弁慶みたいな弟子もいたし、それからこの範疇という人は、それはあんまりよく言われないこともあるわけですが、非常に純朴なんですね。そして頭良くないというか、鈍い人だったようですが、一生懸命若いのに孔子についていった。それから宗寺という人がいた、大変長けた人だった。それ人に応じてですね、応じて説いていくわけですね。そういう点が
仏教で言えばですね、ちょうど遊行教の中のアーナンダとブッダとのやり取りとか、あるいは信者さんとのやり取りだとか、そういうところが出てきますので、これも似ている点だということができます。そういう点では非常にこう血の通ったそういう言葉だとこういうことができます。そしてまた論語と禅の、特徴ですけれども、論語は宗教を選べないんですね。キリスト教とか学んでもいいわけです。そう、別に宗教団体が教えるわけでは何でもないんですから、建物はないわけ、組織はないわけですから、文化が高まってくれば自然にそこに目が行くというのがこの論語の世界ですので、禅もそうですね。禅は実はその、日本ではお寺の中にあるようですけども、実は禅は宗教を選ばないんです。これが大事なところなんです。そういう点では似てるんですね。論語も禅も宗教を選ばない。たとえどのような宗教のどのような文化背景の人が学んでもいいわけです。それが共通、大きな共通する点、これは声を大にして伝える必要があるとこう思います。今日は論語について紹介してみました。私はその儒教の専門家でもございませんし、また論語読みの論語知らずであります。不勉強のところは大いに、教えていただきたいと思います。今日はありがとうございました。